さあ、お帰り。中乗りスペックが欲してきました。で、応援歌は俺の大好きな関東事務戦。バランバラババンバランバラババラ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 バン。スピリッツは絶対勝てんよ、あのピッチャーには。純正のセレクションピッチャーはもう最強っすよ。あれがデフォンになるけんな。あのツーシームも全然飛ばんかったじゃん。でも大山さんパー90超えとったけんね、あれ流しを持っていけるかなと思ったけど。ペキ、ペキ、やっぱノリっすわ。ゲンドさん使わないんですか？使いません。ノリセンターフライでもバット投げるのやめてほしい。それノリに言って、ノリに。超えたと思うやんね。どの先使わないんですか？使わんね。やっぱ守備エース菊池おるけんな。投げたがりノリ。ノリ投げたがりないよね、バット。でもいいじゃん、かっこいいけん。かっこよかったらよくね。どうよ、そこんとこ。打つので何が一番大事？打つので一番何が大事？感度。あれで入りそうなの、やばくない？それが正午よ。入らんのかい、入らんのかい。俺入ったと思ったやんけ、入ったと思ったやんけ。やっぱチートやなこの人。入ったと思ったわ今の坂倉さん。いやマジでしびと出ますよ。久々言うたなこの言葉。うまっ。流すのは後ろで打つイメージで、引っ張りが前。ライトはねめちゃめちゃいい選手おるよ。高橋由伸っていう人がおるんやけど、その人がねまたぶっ壊れてるんですよ。なんとミパドーチで走力も B なんですよ。ミパドーチやったらちょっと走力ね劣るかなと思うけど、これ走力 B あるんですよ。で、ここだけじゃないんですよ。これアーチストなんですよ。ね、今聞いた感じ強いでしょ。で、まあ、特殊能力大事やん、やっぱり、このゲームって。広角持ってるんですよ。さすがにここまで強いと守備絶対低いやんって思うやん。これライト守備 A なんですよ。これライト守備 A なんですよ。どうすか、どうすか、高橋由伸っていう選手、どうすか。いや顔が悪いって思うやん。いやじゃあそこまで野球がうまいと、まあ、顔がちょっといまいちかなと思うやん。あのめちゃイケメンなんですよ。めちゃイケメンなんですよ。でしかも KO です。 KO 卒です。買う、買いでしょ。ジャパネットピチャソ
さすがに名前ダサい、名前ダサいと思うやん。吉信っていうのはね、吉信って名前がついてるプロ野球選手ってみんな成功してるんですよ。だけどみんなも自分の子供プロ野球選手にしたいんやったら、下の名前は吉信もしくは範博。いい、落ちる、落ちん。高橋由伸っていう選手はもうプロスピにおいてナンバーワンなんですよ。俺はそう思う。スペック的に、スペックだけで見るんやったらやっぱもう全選手ナンバーワンやね、スペックだけで見るとね。でも俺はやっぱ大谷と思うわ。大谷翔平使っとったら間違いないけんが。でも最近のトレンドは坂倉。めちゃめちゃ打たれるな、まあ、さっき見たら防御率2点台やったしな俺。そのタッチでいいよ大山さん。俺坂倉さんはね7番ぐらいかな。でも坂倉さんは上位で使った方がいいよ。これなんですよね。あれはねアーチスト広角ミパドーチのする守備じゃないんですよ。ホークス来たらウォーカーは DH やろうな。レフト近藤さんおるしね。ピーチの配球真似したらローキでめっちゃ勝てるようになった。ローキ強いよ。俺今使ってないけど、たまたま。最近マー君トラウマです。これ感度マイナス1っす。感度マイナス1っす。余すと投げますか。まあ状況に応じて、ね、余すと投げたいんやったら1球こっからジャイロフォーク、ジャイロスプリット投げて、まあ打たれるじゃん。だけど俺ジャイロフォークとか絶対投げんのよ。でもさ、今さっきの残像が残っとるんやったらこれで100発もあるけんね。もう一球投げてもいいよ。でここで外角低めの2、これでも GG で、で今のがフラインやったらもう一球投げてもいいかもしれん。はいはい、こういうことで最球は。 iPhone でもタッチペン使った方がいいですか。いやまあタッチペンってさ1000円ぐらいで買えるけんさ、1000円で買って嫌やったら使わんかったらいいし、まあその後結構ねいい iPad に変えて打てるように なったんやったら別ねそのまま使えばいいし、打てんかったら使わんかったらいいし、それで良きと思うけど、一回挑戦してみようって。無理やったら無理でいいやん別。みんな若えしよう、取り返しつくよ。なんならペン使おうが使わんまいが、あの変わらん人生。そうノリも言ってます。今日ノリ設定入ってんな。高設定積もった、積もうです。これ閉店まで全酸っぱいな。翔平もそう言ってます。1日タバコ何本吸う、どんぐらいやろうな、半箱ぐらいじゃない。大山さんもそう言ってます。半箱って吉信さんも半箱って。受験終わったら金貯めてペン買います。あ、ペンって別金貯めて買わんでもいいよ。ペンや安で売っとるよ、1000円ぐらいでアマゾンとかで。いやあんね、床田さんはめっちゃ差出るよ。床田さんのうまい配球の人はマジ手つけられん、あれやばい。あ、藤波くんとかもそうじゃない。ランク飽きません。まあランク飽きるね。でも俺は好きやけん全然できるな。でも多分普通の人間やったらこんな試合せん、飽きる絶対。でも俺普通じゃないんですよ。俺ね、どう考えても俺普通じゃないでしょ。
そういうことなんよ、狂ってんだよ。いてえ。もう絶対バット投げやらん。上沢さんの配球のコツ、ツーシーム来そうなとこにフォーク投げて、フォーク来そうなとこにツーシームを投げる、それが上沢さんの配球多分。ノリやっと打ったわ、マジで。やっと打てました。